アロハ、こんにちは。 DJ ソワライズメロージャム TV ファイナルファンタジーレコードキーパーやっていきたいと思います。今回はですね、潤うお願い事、こちら水パーティー、リベンジ動画、リベンジっていうかあれですね、集会動画やっていきたいと思います。それではやってみましょうか。期限がね、4月22日までってことなんですが、ちょっとやってみたいと思います。すでにね、過去の動画見てくれてる人ならわかると思うんですけど、一応全部マスタークリアはしてます。で、クロテブチョコボのね、交換所、こちらである最後の報酬の方を受け取りしたいので、最後ねチケット1回分こう残してるんで、チケット3枚ね残ってるんで、最後この一番難易度高いこちらやってみたいと思います。これがですね、僕の今現在のこの水パですね、水物理パなんですけど、まあ、オニオンナイト、これ一応覚醒扇持ちになってるんで魔法なんですけど一応入れてます。こちら物理魔法混合パーティーですね。一応過去動画見てない人のもいると思うので、こちらで紹介していきたいと思います。リュックでね、チェインをやります。リュックで、はい、チェイン役です。それで空はね、マスターハーツ覚醒奥義持ってるんで、まあ、これ氷特性なんですけど、この二刀流の魔法剣、こちらで水が対象になるのでこれ使っていきます。うららちゃんはあの回復役で入れてます。でバッツなんですけど、覚醒奥義やった後に魔法剣使っていきたいと思います。でオニオンナイトはですね、必殺技、まあ、超絶からの覚醒奥義、そんな感じでやっていきたいと思います。それでやってみましょうか。これが最後の周回になると思いますので、フレンド召喚は壁ですね。壁はスピードの速いソラちゃんに使ってもらおうかなと思ってます。それでは行ってみましょうか。これが最後の多分調整になると思います。それでは行ってみましょう。スピードは多分1になってると思うんですけど、一応確認してみましょうか。これも結構ね、もうみんな周回終わってるんじゃないかと思うんですけど、まあ、僕これが最後の周回になると思います。はい、まずリュックちゃんでチェインをかけます。でオニオン来るんですけど、これで空で、壁ですね、フレンド召喚壁です。はい、まずこれで新チェインですね、リュックのチェインかけます。でソラちゃんもスピード速いんで一気に壁張ります。でヘイスがかかるんで、これでまたもっとみんな速くなるんじゃないでしょうか。でオニオンで、あ、ミスった。超絶やってから覚醒奥義やろうと思ったんですけど、もう覚醒奥義いきなりやっちゃいましたね。まあ、言うてもあのオニオンマジックが入る、でも覚醒奥義中でも、まあ、そこまで、ね、ダメージ伸びるわけじゃないので、まあ、これでもいいかなと思います。であれじゃ次のターンで、あ、これであれですね、バーストで、はい、弱体したいと思います。これでチェーン稼ぎつつ、覚醒奥義がバッと入る感じですね。でソラはここでマスターハーツで覚醒奥義打ちます。はい、そうですね、ウォーターじゃ連続でいきましょう。まずまずですね、まあ、オニオンちゃんもね、あのもう一度放つっていうのがあるんでね、それやってくれるとまあいいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、空のこれ覚醒奥義、マスターハーツ入ったんで、ここそんなダメージ伸びないんですけど、次のターンから活躍してくれると思います。やっぱね、みんな覚醒持ってるとそんなに苦戦しないで普通に余裕で倒せてしまいますね。リュクちゃんでね、チェイン後に次バーストで、弱体化ですね、していきたいと思います。まあ、まずまずじゃないでしょうか。連続ウォーターじゃ、はい、魔法系、まあ、一応これで回復しましょうか。これで回復は困ることはないと思います。はい、魔法系、どうしよう、分取りやってみようかな。あ、でも乾燥してますね、空も。はい、安定の2回目、3回目は出ないですね。はい、あ、もう乾燥してますね、余裕でしたね、素晴らしいです。お、これで魔石使ってみたいと思います。うららちゃんは回復は困ることないと思うので、あ、オニオンもいい感じでダメージ稼いでますね。はい、
ジオスゲイノ、それくらいダメージ飲みますかね。7万とかいくのかな。はい、カウントしてますね。素晴らしい。はい、このターンで終わるんじゃないでしょうか。もう一回いくか、ファイナルブレイク。おお、普通に乾燥してますね。バツでとどめですかね。ちょっとオニオンの奥義ハマるかちょっとやってみたんですけど、スピードがちょっと足りなかったですね。そんな感じでバツ隊長がとどめをさせてくれました。今回でこれで、多分周回は最後になるでしょう。カラッカの野菜がね、多分これでちょうどいい感じに溜まったと思うんで、はい、無事クリアですね。それではちょっと報酬交換行ってみましょうか。まあほとんどはね、もう交換してるんですけど、交換済み済みで、ここら辺かな、オーブかな、残りのオーブを回収したいと思います。あとフラグメントですね。一応貴重なフラグメントですからね、いずれこれがなんだろう、星5とかに交換できる時が来るかもしれないですからね。これで全部なんじゃないでしょうか。交換済みですね、全部これで OK じゃないでしょうか。 OK です。今回のこれあれですね、黒デブチョコボの交換所、無事報酬を交換することができました。潤うお願い事、結構水パもね、僕結構強いと思うんで、結構好きなんでね、まあ、楽しくやれました。次はね、何来るのかな、楽しみですけど、まだイベントダンジョン全然クリアしてないのがあるので、そっちの方も進めていきたいと思うので、動画楽しみにしてください。メロジャム TV DJ ソーライズでした。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございます。